はいどうも、今日も元気にバトルやっていきましょう。チャンプルーです。 Hi everyone, let's play battle today. I'm チャンプルーということで、まあ春だからはるかを使おうというコーナーです。じゃあ夏みだったら夏ん？じゃあ夏だったら夏み使うかって話なんですけど、秋だったら何使うの？秋と冬、わかんねえということでまあいいや、とりあえずあの春だからはるか使っていきたいなと思って、今の気分的にね。なので、はい、はるかでやっていきましょうというコーナーです。あのピンクでね、しかも桜色で可愛いですね。はい、はるかちゃんは猫よ。これがね、あのガード幅跳びってやつです。混戦状態に巻き込まれた時にあの退散する方法、これがガード幅跳びです。6の字を形容していく。で、オッケー。とりあえずなんとかいろんなサルバトーレテクニックを使って、で今のはあのガード、オッケー、危ねえ、危ねえ、危ねえ。今のはガードなんちゃら。なんだっけこれ、これ反射無効だ、反射無効。 OK、 でスーパーノヴァ決めて、お、当たんねえな。やっと当たったわ。はい、ループで詰める。危ねえ。さあ、猛攻がやばいですね。雷ゴロゴロ取られていく。はい、やっていく。はい、オッケー。決め打ちしていって、オッケー。さあ、投げさせないよということで、でパチンガーキャンセルして、これがダブバレです。今日いろんなサルバトレテクニック使ってんじゃない？この回でいろいろ使ってるもん、サルバトレテクニックのあの動画に載ってるやつ。一応概要欄にサルバトレテクニック集36選っていうのが載っているんで、よかったらその動画も見ていってください。そしたらね、俺が今言ってたなんか反射無効とかスーパーノヴァとかガード幅跳びとか、そういったものを紹介してるんで、ではね行きましょう。なんか今回ちょっとあれだな、レベルが高いぞコンピューター。はい、サンシャイン、アロー。おー、残ったけど落下ダメで倒していく。あ、これも落下ダメですね。はい、素晴らしい。お、どこ行った？どこへ行きましたかね。あ、いた、いました。あ、2人とも今全ダメ削りしてるんで、全ダメ削っていきたい。オッケー。マジでそれが決まってくれよ、マジで。それはね、決まっていくパターンでしょう。今頑張ってメカパチしたじゃん。いやー、マジか。それは決まってくれよ、お願いします。さあ、ちょっとリベンジでいきましょうか。あー、刺さりが甘いですね。落ちなかった。逆になんか4ピ落ちていく。ほい、
さあ、青玉取っていく。いや。どうしようかな。マジで今のあれ空中当てじゃなかったんだ。はい、トリプルバレル決まっていく。あぶね、怖いよお前。サンドパチンガーなんて多分あれチャルに向かって当てようとしてたから、俺多分流れ玉食らっただけだと思うんですけど、怖いね。めっちゃ狙ってくるじゃん。ナイス。そのまま倒してくれ、頼む。おっそ。危ね。もうね、一瞬の判断がね。ナイス。一瞬の判断が命取りになるこの恐ろしいゲーム、サルバトーレです。あー、どうしようかな。もしね、まあ、とりあえずね、リカバーを。 OK OK、 じゃあトリプルバレーで決めるわ。あー、ダメだ、爆弾食らえこの野郎。 OK。 カオスすぎるんだが、はい、というわけでね、もうはちゃめちゃでよくわかんなかったんですが、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。Thank you for watching.